どっちやつかわかんないけど、いやお集まりいただいてありがとうございます。ありがとうございます。大好きなタケちゃんが来てくれるということで、結構あの無理なことをしましてですね、持ち歌大したないのに、この間ハーミットさんではやってない曲だけで今日、yeah. やってみたいと思います、yeah. もうね血の出るような最初はあの一番最初にねタケちゃんに出会った時に、あの終わった後にタケちゃんがソニックって言ったよねって言ってくれたら、シルバーボディと言いたいと思いますあの鉄道好きでやっぱりこうあのイケメンな車両ってあるんですよね、世の中のイケメン車両ソニックなんかはまさに、まあ、JR 九州は本当にかっこいい車両が多いんですけど、ソニックがイケメン、あの人さソニック似てるよねみたいなことを言ってる高校時代だったので、それを歌詞にしてみました。キハ54っていうステンレスボディ の, あの銀色の車両があるんですけど、それで、マシケ終着駅のマシケまで、一人で失恋旅行に行く女の子のお話です。聞いてください。
足が鬱血してそうなんだよ。だんだん動き悪くなりますすごいなんか、ね、それは負けてないあれではないですか。その手前でこれはこれってことですもんね。これはこれで完成です。すごいね、すごいね、すごいね。これない、これない。大丈夫、すごいハードコアな。しかも、ピアニカを変わりまして、やばいでしょ。短いあれついてないんですね。いや、そうなんですよ、短くなる、短くなる、ついてない、なんでついてない、ついてないよ。見なかったら持ってきてないでしょ。黒いのついてないでしょ。そうなんです、ホースみたいなもんやね。SM コーナー急に絞れた言うな、気になることばっかりでしょ。この間ハービットさんで男子組の課題曲やりましたけど、今日はあの女子組の課題曲ということで、さらばシベリア鉄道という曲をやりました。この間も言われて気づいたんですけど、あのさらばシベリア鉄道は男と女のなんかこう掛け合いの曲だったんですね。知らなかったんですけど。男役がミキちゃんで、私があの女役を歌うんですけど、あのもう愛想を尽かして女の方があんたなんかもういいわって言ってシベリア鉄道に乗っていくんですけど、乗ります？普通シベリア鉄道ってそんなハードル低いですかね。思ってなんかね、ちょっとその辺乗り、宗谷線に乗りに行くぐらいなら分かるんですけど、シベリア鉄道乗るのはちょっと、ね、それ別に男が嫌になったんじゃなくて乗りたかったんだろう。乗りたかったんだろう。乗るの大切じゃん、それ。言い訳にしてんじゃないか。ロシ鉄、ロシアの鉄道乗りたい。ロシ鉄道なの。そうなんだ、シベリアに走ってる鉄道に乗りに行く。そんな行かないですよ。そんな危ない時にね、一年越しの計画だよ。やっていいのかい。やっていいの。新生マスコさんをぜひお楽しみください。Thank you.
よかった足しげれなくて一番先輩なのに一番無理されてる怪我が怪我が取らないの無限だじゃないですかでもあの疾走感途中でやっぱあのテイクの疾走感もね最高ですよねはい急にヘイとか言い始めたそうだったねさ、笑う歌じゃないのにさみんなで作ったわけだひどいよずるい一生懸命歌ってるそうだよ課題曲やってるえぇ、課題曲なのに全部マスコサボってた面白い実家ちょっと前から歌いますはい、どうぞすげえなやっぱりマスコさんすごいっすねすごいよーすごいよーイエーイ芸術者だね中盤だったところで、はい、私めがちょっと一曲イエーイやりづらい。やりづらい。足りなくていいな。あれ？マスコさんぐらい鍛えないと俺無理だ。行きまーす。静かな朝にこだまをする。鉄輪とレールが擦れる音。静かな
おはずきみろなんで手拍子もありがとう。イエイエイ。よし、ウーハです。出発進行という曲
曲をやります。落ち着いていきましょう、はい、では聴いてください。出発進行です。
ます。